はい、みんな、ドモジです。今から話すことちょっと信じがたいかもしれないけど本当の話だからね。実はね、僕重度の脳出血で右半身が全く動かなくなって口もろくに動かせなくなったんだ。その上、女房はバカな市役所職員と私を騙し離婚届を出した。現在は女房と市役所職員のことは何も思っていない。この当時は許せなかった。それでボロいにアパートに一人で住むようになった。家具もなかったので冷蔵庫、タンス、テレビ、ベッドなどはリサイクルショップで買って生活保護を受けた。文字通り四面楚歌の状態だった。でもね、どうにかこうにか奇跡的に回復して今こうしてみんなと話ができるんだよ。今は生活保護をやめて仕事をしている。いつも僕の動画を見てくれているみんな、本当にありがとう。もしこの動画がちょっとでも心に響いたらぜひ高評価を押してほしいな。あとチャンネル登録と通知設定も忘れずによろしくね。今日は僕がどうやって脳出血と戦ってきたか、その話をしようと思う。今回は脳出血にかかって本店の回復期病院16等病気長男と次男に会う長女からの手紙を話したいと思う。それではよろしく。長男と次男に会う長女からの手紙。3月12日勤働いている不動産の岩田社長に迎えに来てもらい母の家へ帰りました。3月13日土女房が浅見くんと電話をした時に、浅見くんが立ち会ってくれれば子供たちと会ってよいと言ったので長男と次男に会うことができました。長女とは会うことができませんでしたが手紙をくれました。高校は合格しましたと書いてあります。この手紙はすごく嬉しいものでした。 JR 青梅線の福生駅の近くの喫茶店で会いました。長男が何か大きな袋を持っていたのでなんだと聞きました。仏壇の中のもので私の祖父や父の位牌と仏像でした。それは子供たちにはかなり重かったはずです。家にあった仏壇の仏具をまるでゴミのように扱い子供に持たせる女房は本当に頭にきました。本当にかなりおかしいと思いました。女房の弁護士にこちらの事情を話しているのに女房は仏具を子供に持たせるとは、うつの症状もどんどん悪くなっているようでした。少しみんなで話をしていたら子供たちはおばあちゃんの家に行きたいと言いました。私の母の家に連れて行きました。浅見くんは喫茶店で私たちを合わせて帰りました。私の母の家は福生駅から3分のところにあります。母も長男と次男に会うのは久しぶりだったので喜びました。しかし袋の中の仏壇の仏具を見た時、私の母も女房はかなりおかしいと思っていたそうです。私の祖父や父の位牌や仏像を持っていることは、女房が私に理不尽なことを言ってきたので仏罰が怖いのでしょう。だから私に一番早く渡したかったのでしょう。女房は未だに私に対して離婚のりの字も言ってないのです。仏壇の仏具は置くところがないのでとりあえず母のところに置いてもらいました。障害者手帳の申請、昭島病院で身体障害者手帳に必要な診断を受けてもらうことになりました。昭島病院は障害者の測定は身体、私の場合上肢機能障害、下肢機能障害しかできませんでした。高次脳機能障害の音声、言語機能障害は別の病院で行うと言われました。私がどこにあるのかと聞きましたら、昭島病院からすぐ近くにある昭島総合診療所でできると言われましたので、そこに予約を入れてもらいました。3月16日日小宮山作業療法士のリハビリで麻婆豆腐を作りました。これは私が健常者の時に一番うまく作った料理であったので自信がありました。健常者の時は豆板醤から選んで作ったものですが、今はそうも言ってられないので市販の麻婆豆腐の素にしました。一番辛いのは食材を切る作業です。右手が全然使えないので豆腐、ネギなどは左手だけで包丁できることになります。あと麻婆豆腐の素の中身がレトルトパックですので健常者は手で開けることは問題ないのですが、私はレトルトパックも片手で開けることはできなかったのです。この場合麻婆豆腐の素を倒れないようにしながらハサミで切りました。右手が使えないことがこんなに大変だとは改めて思いました。でも私は左利きであったのでそのあたりは大いに助かったとも言えます。麻婆豆腐は健常者の倍かかっていましたが、リハビリの先生たちがうまいと言って食べてくれました。3月19日金昭島総合診療所で障害者手帳の頭の部分で音声、言語機能障害を診察してもらいました。母に付き添ってもらい、私がなかなか出ない言葉を代わりに喋ってもらいました。昭島総合診療所で音声、言語機能障害を診察してもらうと、そこの先生は私が自分のことを言えるので障害者手帳には載らないと言われました。私がどうしたものか弱い頭で考えて
どもって口にも出せずにいますと、母が息子は自分のことが分かっていることもあるが、分かっていないこともあるのです、と先生に言いました。すると先生は、という間にそれならば4級にしましょう、と言ってくれました。本当に母は一言言っただけなのですが、先生の口調がすぐ変わりました。これも、奇跡だったと思います。あと、今はあまり車椅子は使わないのですが、一応、昭島総合診療所には車椅子で行きました。考えてみれば、もう立って杖を持って歩いているので、回復期リハビリテーション病院の敷地の中を車椅子で動いたことはありましたが、病院の外はなかったのです。健常者の時は何も感じなかったことが、車椅子で出歩くとたくさん気づくことがありました。まず、道にあるちょっとした段差に車椅子の車輪が挟まります。次に歩道の段差は家に車が出入りするところが3、5、いきり下げてあり、それが家に車の台数分あるので、車椅子には10メートルずつ障害があります。あと、視覚障害者のための点字ブロックも、車椅子では車輪が挟まります。これらが回復期リハビリテーション病院から昭島総合診療所のたった 150m の間にたくさんありました。普通と思った道でも障害者になるとたくさんの障害があります。障害者の電車の乗り方、3月20日土午前はリハビリで、午後は母の家に母と長男と共に帰りました。今日は家族と電車で帰る予定です。青梅線はボタンを押してドアを開けなければいけないので、左手で杖を持っている場合、杖を一旦右手で持ってから左手でボタンを押してドアを開け、その後杖を左手に移し替えて乗ります。まず、杖を左手から右手に移し替えるときにバランスがかなり不安定になります。それとホームと電車の間の隙間も障害者が落ちたりしないようによく確認します。これを510秒くらいの時間で確認し乗ります。乗るときは、長男に開けてもらったのでそういうことはありませんが、降りるときは空いていましたので自分で試しました。それに青梅線はボタンが乗降口は右側しかないので、少し混んでいるときは、ボタンが私のように失語症で開けてくださいと大きい声を出すのも変なことを言ってしまうかもしれないと思うと恥ずかしいですし、できれば左側のドアにも乗降口のボタンをつけてほしいと思いました。でも今度は杖を極力使わないように頑張るようにしたいな。3月21日に母の家でも ST が出してくれた宿題をやりました。この日も母の家に長男が来ました。この経験が、脳卒中で苦しんでる人やその家族に、少しでも希望を与えられたらな、と心から願ってるんだ。僕の話が、みんなの心に少しでも届いて、健康や希望のためになれば、それほど嬉しいことはないよ。脳出血は、本当に苦しくて厳しい病気だよ。でもこの動画を通じて、どんな苦境に待っても、新しい可能性や、どんな時でも希望を持ち続けることの大切さを伝えられたら、と思ってる。次回の動画も、みんなにとって価値ある情報を届けられるように頑張るから、期待しててくれたら嬉しいな。ただ、一つだけ忘れないでほしいのは、脳出血に関する効果は人それぞれだってこと。僕の体験が全ての人に当てはまるとは限らないからね。でも、全てはポジティブに感謝し、ネガティブにならないこと。この闘病記を通じて、絶望してた人たちが感動したり、勇気づけられたりした例がたくさんあるんだ。脳出血についてもっと知りたいって人がいたら、ぜひ概要欄をチェックしてみてくれ。あと、がんやリウマチなどの万病に効く日本人の 99% が知らないつる人参に関する動画もあるから、そちらも見てみてね。この動画が良かったと思ったら、ぜひ高評価をお願いします。チャンネル登録と通知設定もしてくれたら、もう本当にありがたい。心から感謝してるよ。それでは、また次回、会えるのを楽しみにしてるよ。バイバイ。